IRT ジャパンはラケットボール競技におけるプロプレイヤー及び指導者を育成することを目的とした日本のスポーツ団体であるアジアラケットボール連盟に加盟している。また競技を通じて健康で心豊かな社会の実現に貢献し、社会と感動を共有することを目指している。スタッフ一人数とが高い社会意識と共有を持ち、社会貢献活動にも 組織一丸となって取り組んでいる。IRT ジャパンの前身アーコジャパンは、ラケットボール競技の普及と発展を目的に、2001年11月、日本とアメリカのラケットボール愛好者によって、設立された。国内外での大会開催及び支援を主な活動とし、競技の技術向上のために、選手育成にも力を入れている。また競技を通して、国際交流、 募金活動等も行い、複数のボランティア団体と提携しながら活動を続けてきた。2006年10月、アーコでの活動が米国を本部とする国際的なラケットボール機関 IRT に認められ、正式なる要請を受けて2007年4月に IRT の日本支部 IRT ジャパンとなった。また、IRT ジャパンは女子プロのラケットボール組織となる WPRO。 ウィメンズプロフェッショナルラチョットボールオーガニゼーション世界を統括する女子プロ競技団体に選手を派遣している。名称の変更とともにより精力的な活動を行うため組織の再編にも力を入れてきた。2010年8月アマチュアを主体とする2団体 IFARF より要請を受けてアジアを中心に精力的な活動を続ける ARF。 アジアラケットボール連盟の加盟団体に抜擢され、2010年10月、正式な加盟団体となった。プロ活動主体の競技団体が、アマチュア主体の組織に加盟することは、過去に前例がなく、異例のケースとなった。ありがとうございます。